久保さん、YouTube、稼いでますね。まあ、こじゃあ僕も何人にしようかな。意外な、意外な、あなちょっとタイトル考えます、s e を。<laughs> あの、僕もね、最近ですね、マジで、みたいな、めっちゃ単価高いなって、単価高いというか、え、これで稼げるのみたいなのを YouTube で発見しまして。で、まあ、データを見て、なおかつ、まあ、スイス、 推測した結果、まあ、まあ間違いなくあ合ってます。間違いなくこれは合ってます。だけど、結局なんだろうな。みん、これは僕しか、僕しかできないというか、まあ、ある一定の人しかできない手法なんで、別に公開してもいいかなと思うんですけど、これはラジオです。で、ポイントとしては、動画を動か、動画がない、動かさないっていうのがポイントですね。ポイント1が、もうさ、あの、再生する前から、もうラジオってカスタム、まあ、 画像。で、ラジオっていう。で、企画もラジオ。で、カスタムサムネイルもラジオだし、その、クリックしても動画が動かない。で、ラジオですっていう。うラジオなんです。<laughs> で、それで30分枠ぐらいです。で、どうなるかっていうと、結局ラジオなんで、あのね、広告、ってか動画を見ないんですよ。<laughs> 動画見ないんですよ。<laughs> だから、 広告スキップ、まあ、スキップできるやつあるじゃないですか。まあ、スキップできない広告もあるんですけど、スキップされ,ようがされないというか、もう垂れ流しなんで。だからお、音楽あの、ラジオを聴きながら、どっかこう、なんか、こう、なんかやったりとかね。あの、皿洗いしたりとか。だから、だからこれはでも、ファンの人が多くないと。ファンのある、一定のファンの人がいないと、無理ですね。うん。だけど、あの、かなりいいっすね、これは。 広告。ラジオ。で、あとはテ,テーマによって単価変わるんで、ラジオでなおかつ広告単価が高いテーマを扱うと、まあ、これ、まあまあやばいですね。<laughs> まあでもね、これはね、まああの、ファンの方がいないとラジオ聴いてくれない部分あるんで、うん、まあ、使える人と使えない人いますけどね。ラジオいいっすね。うん だまあまあ、まとめると、まあ、結局、いろいろやって、あの結局、自分の中にデータっていうのがあるわけですよ。でも、これ、いろいろやっていかないと分かんないし、多分久保さんがね、あの儲かりますよって言ってもやんないだろうし、やらないですよね。<laughs> やらないですよ。ラジオ、やんないですよね。顔出ししなくてもいいのに <laughs>。やらないですよね。だから、やる人は一部で、だから一部の人たち稼げないってことですね。いってらっしゃる。